番組トップ5ってぜひ聞かせていただきたいなと思ってですね。あの手この手を使って子供に見てもらう、地方だと夢が叶うぜ、気のある言葉とかって、はい、これどうやって身につけるんですか。高橋社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム D 大学行ってみましょう。今日はですね、対談シリーズということで、構成作家の今井鈴奈さんとの対談をお送りします。この構成作家今井鈴奈さんなんですけども、テレビ番組において構成作家というお仕事があるんですね。これがどんなお仕事かというのもお話しいただいてるんですが、この今井さんはですね、もう数々の名番組を担当されてこられた方です。 NHK のクッキングアイドルマイマイマインとかですね、志村動物園とか王様のブランチ、この王様のブランチのですね、飲食グルメコーナーを15年間担当してきたという方なんですよね。それ以外にも今こそ地球、今こそ地方創生、その恋愛リアリティショーですね、そのアプリで恋して何が悪いとか 3LDK とか、それからドラマの台本とかですね、それから CM なんかもやられてるっていうですね、まさに凄腕の構成作家ということなんですが、去年の年末にですね、コンサルの天才という番組の構成作家をしてくださった方で、それはご縁でですね、知り合いになりまして、で今井さんの話を聞いてるとですね、この例えば王様のブランチで毎週のようにですね、飲食店とかいろいろグルメの商品をですね、こうリサーチをして紹介するっていうことを15年間やってこられたということですよね。で、私はですね、ご支援先に飲食店が多いんですけども、どうしたらメディアに取り上げられるような商品になるのかっていうのは、もうめちゃくちゃ関心の高いテーマなんですよね。皆さんもですね、ビジネスをしていて、これテレビ番組取材してくれないかな、そんな風に思ったりしませんでしょうか。テレビの取材を受ける、メディア受けがする、一般大衆に受ける、そういうですね、商品作りっていうのはどうしたら実現するのかということをですね、この今井さんはですね、今コンサルティングもされているということでですね、なので王様のブランチですとか、テレビ番組で取り上げられるような商品作りはどうするべきなのか、これをですね、解説していただいてます。それをですね、聞くにあたって、その今井さんの人生を変えた番組トップ5という形でお話をいただいてまして、番組というのがどう作られるのか、それを踏まえた上でどうしたらメディアに取り上げられる商品が作れるかというのを解説いただいてますので、ぜひ楽しみに最後までご覧いただきたいと思います。番組の最後ではですね、メディアに取り上げる商品のまとめをしてますので、そちらもご覧いただきたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、それではチーム大学行ってみましょう。今日はですね、構成作家の今井鈴奈さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日放送されましたコンサルの天才におきまして、その番組の構成を考えてくださった方でですね、そのご縁で今日はこうやってインタビューさせていただけるということでですね、本当に今井さんはずっと情報番組の、はい、例えばその美味しいお店の紹介とか、はい、そういったことを担当してこられてるじゃないですか。はい、そういう意味では、その、はい、どういうそのお店が取り上げられやすいのかとか、まあ、その商品を開発したらどういう切り口でいけば多くの人に受け入れられるのかといったような、まあ、マーケティングの観点みたいなのを今日お伺いしたいと思いますし、そもそも構成作家ってどんなお仕事なのかとかですね。そうですね、よく聞かれますし、そうなんですね、うちの親もまだ分かってない未だに何してんのって言いますしなるほど、はい、なのでその番組の中でどういう位置づけかっていうのもそうですし、はい、今本当にまさにビジネスの世界にも関わりを深めてらっしゃるっていうことですから。そうですね、ありがたいことに、なんか、はい、まあ、そのノウハウだったりとか、考え方が、まあ、お役に立てることが、まあ、最近やっぱり増えてきてるなと思います。なので今日はそのあたりをですね、詳しく聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、最初にですね、まあ、構成作家がどんなお仕事なのかっていうのをですね、はい、そうですね、まあ、おそらく構成作家たくさんいて、皆さんの答えが違うと思うんですね。あ、人によってもちょっと違ったり、多分構成作家はこうだとか、多分本当に10人いたら10人違うと思いますし、どれもが正解だと思うんですけど、だからあくまで私の場合はなんですけれども、はい、やっぱり一言で言うと企画やですね、まあ、構成はもちろん後からついてくるんですけれども、はい、まあ、やっぱりその0から1をまあ作り出す、例えば企業さんとかスポンサーさんとか、今日がこういうことやりたいけどそれをどうしようみたいなことを1にして2にして5にして10にしてっていう、まあ、その企画を膨らませていく、はい、
っていうのが主たる仕事ですね、うん、まあ、そこでいろいろ台本書いたりとか、あの企画書書いたりとかナレーション原稿書いたりとかっていうのはあるんですけれども、まあ、まずは一つは企画屋です、はい、で、うん、じゃあ、 まあ企画屋って言うけど、はい、それでもまだ漠然としていてよくわからないと思うんですが、例えると私は家作りみたいなことだと思っていて、はいはいはい、身近な感じで、はい、あのお家を建てるときに更地、はい、土地を買ってくるのがプロデューサー、うん、そこの土地に対してこんな家を建てようって設計図を書くのが構成作家、うん、なるほど。でその設計図をもとに実際にその立体化してお家を建てる現場監督がディレクター、ディレクター、はい、演出ですね。だから今3人出てきましたね、プロデューサーと作家とディレクター、はい、うん、まあ、主に大きく分けるとまあこの3つ3本柱で、そのディレクターの中にでチームで、その例えば壁紙屋さん、はいはいはい、水道屋さん、照明屋さんみたいので専門の技術さんとか、なるほど、その他スタッフさんがそのディレクター、まあ、演出ですねの指示のもと、あるいは相談しながらよりいいお家に仕立てていく。めちゃくちゃ分かりやすいですねっていうことかなと、うん、土地が先の場合もありますし、はい、まあ、その現場監督がこういう家建てようぜって言って、でそれでその土地を探す、なるほどなるほど、それに見合った土地を探す場合もあります。なるほど。し、まあ、結局、まあ、でもこの土地だとちょっと設計図書き直してくれとか、うん、あるいは出したけどこんな家つまらんって言って返されるとか、はい、あの似たのいっぱいあのもうあるからとか、あるいはここをもうちょっとこうしてくれとか、いろいろなんかまあそういう条件に合わせて直しながら作っていく、なるほど、っていうのが一番分かりやすい、うん、いやめちゃめちゃ分かりやすいですね。じゃあ番組作るとなったら、ある意味お金を持ってきて、まあ、スポンサーさんつけたりとか、はい、まあ、そういう大枠、まあ、土地を決めるっていうのはそういうようなイメージですね。この枠でこういう何か番組やりましょうよみたいなところですね。そうですね。でどこにどれだけお金をかけるかとか、なるほど、はい、そうですね。ちょっといっぱい人呼んだら、職人呼んだらいいのは分かってるけど、うん、ちょっと職人は5人までにしてくれとか、あ、まあ、やっぱりそこですよね。なるほど、はい、なるほど。その3人のチームワーク、はい、めちゃくちゃ大事ですね。そうですね、まあ、やっぱりだから昔からのお付き合いで、こういい番組を生むっていうこともよくありますし、はい、喧嘩はしませんけどうまくいかないこともやっぱりありますよね。なんか、うん、これ3人の力関係でどんな力学、力関係、誰が偉いとか誰が強いとか、なんかそういうのってあったりするんですか？そうですね、私が思うには、はい、すごい言いづらいですけどやっぱりお金が握ってる人、お金を握ってる人が、はい、一番ですよ。なるほど。だけれども、うん、私は番組はというか、まあ、そのお家はディレクターのものだと思っています。最終的にはやっぱりそのディレクターが良い、こうしたいって思うことを形にする、すごい大御所の、ね、はい、方はもうやっぱりもう作家のやりたいことを形にするみたいな座組もあると思うんですけれども、あ、そういう場合によっては作家が一番偉い場合も、偉い場合もあるんですか？あると思います私は違いますけどじゃあですね、あの構成作家についてお話伺ったんですけど、はい、今井さんの人生を変えたテレビ番組ですね、はい、番組トップ5ってぜひ聞かせていただきたいなと思ってですね、はい、まあ、いろんな番組やってこられたと思うんですけども、はい、この番組に関わって自分の人生変わったなみたいなのがあってたらですね、はい、ぜひ聞かせていただければということで、トップ5あのご用意いただいたということでよろしいでしょうか？はい、はい、ちょっと本当に順位が難しいのですが、はい、あ、なるほど、あ、まあ、ちょっと話しやすい順番っていう、はい、ありがとうございますことでもあるんですが、はい、じゃあ第5位お願いします。まず最初に私がこの業界に入って初めてお手伝いしたのがアドマチック天国という、これも超メジャー番組ですね、のリサーチだったんですよ、はい、リサーチ、 それはあのなんていうか構成作家というよりはその前の構成作家事務所に、アルバイトを学生の時に始めたんですね、はい、普通にあのアルバイト情報誌に載ってて、はい、の面接受けて、そういうもんなんですねっていう感じだったんですけど、はい、まあ、それが言ってみたら、まあ、少数生ですけれどもすごくドミ
メジャーな番組ばっかりやってる事務所で、ラッキーですね。そうなんですけども、うん、やっぱり 言うてもそんな一文字も書けないわけですよ、台本とか企画書なんて。いや、そうでしょうね、大学生で、はい、うん、で多分そのハガキ職人みたいな、そのネタ応募から構成作家になったっていう道が割と、うん、あの昔は多かったっていうか普通だと思うんですけど、私はそのハガキをラジオ聞いてとか、そうですそうですそうです、うん、ですとか、でなんかこういうのを企画そうですそうですそうです、なのでそのハガキ職人からっていうルートが、はいはい、ルートが多分あの前は昔は一般的だったと思うんですけれども、私はなんかその事務所に入って最初にそのリサーチっていう、はい、最初にそのアドマチック天国という番組のネタを調べる、はい、あ、じゃあ町が決まってて、はい、町がここでなんかあれ50個くらい、ね、当時は30個でした。へ、今は20個だと思うんですけれども、うんうんうん、それをそれこそ自分で、例えばまあここ築地市場だったら、はい、自分で行って、で街を歩いて自分なりのこう20個を作って、で名だたるそのチーフディレクターとかプロデューサーとかの、あと作家の先輩方の前で発表するっていうことをさせられたんですね。でやっぱりそれで鍛えられたのが、いい加減なことを言えないっていう。なるほど。やっぱりその、まあ、その時ネットがなかったっていうのもあるんです。その後ネットが出てきても、ネットに出てましたっていうのは裏取りにならない。なるほど。っていう、だから実際に例えばお店だったらお店の人に話を聞くっていうことまでして初めて裏取りだっていうようなことを最初に教わったんですよね。だから、まあ、そのもう一つのルートとしては、はい、そのリサーチという仕事、ネタを調べるっていうことから、だんだん小物を書かせてもらえるようになるみたいなルートがあって、私はそっちなんですけれども、なんかその裏取りの訓練みたいなのを最初に叩き込まれたのは、後にもすごく生きたかなっていうのはありますね。築地とかも店いっぱいあるじゃないですか、はい、あそこに飛び込んでくるんですか。いやで、うん、それでどうしたらいいかわからないじゃないですか。わかんないですね。とっかかりだけまあ教わったんですけど、はい、やっぱりその町会長さんとかその商店会長さんとかに最初に話を通すとすごくやりやすいとか、はい、そうなんですね。そうすると、あ、なんかアドマチのなんか調べてるらしいからさみたいな感じで、お町の人たちの協力体制が得やすいとか。なるほど。そうですね、ま、有名番組はちょっと有利ですね、そこは。いや、それはそうですね、うん、だから YouTuber がポッと行ってやってもどうなるかまあやっぱりまあそれは知名度だったりとか、うん、はい、分かりやすいことがあると楽ですけれど、その町内会の会長とかに話して協力的になったら、うん、はい、その後はおすすめ聞いたりとか。そうですね、うん、だからまあこの町で代表的なあのお店とかスポットはどこですかって聞いたりとか、あとなんかその時に細かいことなんですけど言われたのが、はい、我々の思いだけじゃダメだと、その町に住んでる人、その町を知ってる人が違和感がないっていうことがすごく大事だって言われて、だからそのこっちのエゴだけじゃダメっていう、見た人が納得できるものを作りなさいっていうことを、まだわけの分かってない頃ですけど今でも覚えてます。アドマチック天国ってすごく理念がしっかりしてるんですね、はい、まあ、視聴率を取ればいいじゃなくて、紹介された人が、はい、そうそうそう、うちの町これなのってなんないとダメと。でもなんか、うん、今お話ししてて思ったんですけど、やっぱりそれもこう長く続く秘訣、うん、ポイントなのかなって思いますよね。やっぱり人に愛されるっていうか、うん、なるほどですね、うん、もう短期的な視聴率じゃなくて本当にその紹介された人が喜ぶ、はい、だとすると他のエリアもうちも上げてほしいみたいな、はい、まあ、そういう連鎖が生まれてくるんですね。そうですね。いや、うん、それが最初だったんですね、はい、じゃあこれが第5位ということで、はいはい、じゃあ、はい、第4位お願いします。まあ、代表的なことで言うと NHK で、うん、子ども番組を、はいはいはい、あのある時期やらせていただいたことがあって、まあ、小さい女の子が主に料理をするっていう番組なんですけれども、うん、はい、とにかくまあこの子ども番組っていうのが今から10年ぐらい前だったんですけど、うん、だからキャリアの真ん中ぐらいでやらせていただいた時に、はい、それまでの経験と全然違って、やっぱり子どもが相手っていうのでいろんなこうルールとか法律とか、なんかこう自分がこうだと思ってきたことが通用しないっていう経験をしたっていうので非常に今にも生きてるかなと思います。もう構成作家になっても10年ぐらい経った時にやったお仕事ってことですよね。そうですね。結構もうリサーチも叩き込まれて経験も積んで、あ、こういう感じだなってなってきて、全然通用しないってのはどういうことなんですか。やっぱりもう言葉遣い一つとっても子供に伝わる言い方
だったりとか、はい、うん、もういかに簡単に短く言うか、うわそれ難しいですね。そうですね、例えば料理でも、ね、普通の大人向けの料理番組みたいにやってても、うん、もうダメで、はい、やっぱりそれをすごく短く丁寧に伝えることと、はい、あとやっぱりその飽きないようにその途中で歌を歌ったりとか、まあ、なんかクイズをしたりとか、途中で おしゃべり入れたりとか、なんかこう雑学入れたりとか、もうとにかくもういろんなあの手この手を使って子供に見てもらうっていうことが、やっぱり大人向けに作るのの100倍ぐらい難しくて。確かにそうかもしれないですね。本当にその子供にヒットしているものっていうのはすごいなって思います、なるほど。どうしたらいいですか、例えばね、CMD大学もまあ大人向けなので、それを子供向けにしようと思ったので想像したらめちゃくちゃ難しいなと思ったんですけどまあこう話しながらじゃあここは歌でご紹介しましょうみたいになるんですか。まあまあでも、やっぱり子供でもなんか楽しいっていう要素って、例えば最近で言うと半沢直樹なんですけど、はい、あれって、はい、あの金融界の話で、うん、私が見てても銀行のその内部の話とか、その証券取引の話とかよくわからないことも多いんですけど、はい、小学生に大人気なドラマなわけですよね、うん、なるほど。だからそこじゃないじゃないですか。だからあのキャラクターと顔芸とあの印象的なセリフとみたいなことでもうバズりまくって、小学生が次の先生の月曜日にみんなで真似しまくるみたいなわびろわびろ言ってそうそうそうっていう多分こと、なるほど、なんですよね。だからそのこういう楽しさ、なるほどですね、とか分かりやすさとか、こうワクワク感みたいな、いやそういうのなんかちょっとでも取り入れたらなんか番組変わりそうですね。なんか真似したくなるとかっていうのはすごく大事かもしれないです、ね、確かに今うちの子があの4歳なんですけど、はい、あの島次郎のワオに突然ハマったんですよ、はい、でもう島次郎のワオだと延々見れるんですね、DVD とかも、はい、あれ本当上手で、まあ、ストーリー部分も、まあ、展開もまあ早いんですけど、はいはい、途中になんかこう変な昆虫の歌とかが始まったりとか、なんかワニとマスクどっちが多いとか、なんかそういうのちょこちょこ挟むんですよね、はい、ああいうのってやっぱ集中力が保つ仕掛けなんでしょうね、うん、そうだと思います。あとそれ料理番組だったんですね。そうですそうで そうです。料理ただ単調にやったら確かに子供飽きるかもしれないですよね。そうなんですね。でもそこでなんかこう呪文を入れてみたりとか、呪文美味しくなれ的なそうですそうです、そうですとか、なんか真似したくなるっていうようなことって大人に変換してもなんかあるのかなって、やっぱりその本当そうですね、やっぱり子供番組の作りっていうのも本当学ぶべきことがすごくたくさんあるなと、それを経験する前と後で、はい、今井さんのその構成作りもなんか変わったりしたんですか？そうですね、うん、変わりましたね。やっぱりその結構なんか情報っていう感じだったんですけども、やっぱりその分かりやすいっていうことをすごく大事にするようになったとは思います。なるほど。じゃあこう何が流行るか何か紹介するかっていうその情報の組み合わせにこう注力してたけど、はい、見せ方とかその伝え方とかリズムとかテンポとかそういうものも総動員して演出するみたいなところがこう深されたみたいな。そうですね、うん、本当に子供番組は難しかったです。これがじゃあ第4位です。そうですね、なんかランキングで言われるとすごく恥ずかしいんですけど、ごめんなさい、いいですか、じゃあ3つ目とかにしますか。じゃあ、あの5位4位って言ったんですけど、でもいいです、いいですか、はいはい、じゃあ第3位お願いします、はい、これがまた対局にあって、はい、ある時期、はい、内閣府提供の番組を一つ一つめちゃくちゃ面白いですね、やることになったんですね、うん、はい、まあ、例えばお題としては地方創生を盛り上げたい、なるほどなるほど、っていう題名題があって、うん、でこれまた小難しいことを分かりやすく伝えるっていうことなんですけれども、なるほどなるほど、結局地方創生を番組にしてくださいって言われて、地方創生を番組にしてくださいなるほど、それも若者向けに、若者向けに、なるほど、はい、っていうのがあって、例えば高野さんだったら、はい、どう思いますか、これでもあのキャッチに考えるのはキャスト、はいはい、例えばその、うん、ジャニーズが出ますとか、はい、それこそ、はい、ニコルン出ますとかってなったら、はい、ぐらいはなんかちょっと思いますけ ど、はい、でも切り口難しいなと思って、例えばどうですかね、昔よく見たその若者対おじさんみたいな、あ、はいはいはい、あるあるあるってやつですね年の差みたいなやつですか、 なんかね対立して、はいはい、なんか若者が考えるこれとの違いみたいなのでやるとか、はい、あ、でもそれいいですね、うん、うんうんうん、
うん、いいですか、ありがとうございます。あ、そうですよね。でも、まあ、地方創生でやりたいことって結局その日本のその都市化というか、はい、人口集中みたいなところの中で、はいはいはい、やっぱこう過疎化していくとやっぱりその、はい、国全体が弱くなりますもんね。だからその国の方針としてやってることを都会に住んでたら身近に感じられないテーマですよね、若者からしたら。そうなんですよね、まあ、それでそうおっしゃる通りで、うん、本当にそのじゃあ若者たちがどうしたらその我が事として自分に関係のあることでしかも聞いてみようって思うかっていうことを考えた時に、うんはい、まあ、もう一人あの大先輩の作家と二人でやって、まあ、その中作家さんと一緒にやったんですけれども、結局その地方だと夢が叶うぜっていうような感じにしたんですよね。すごい切り口ですね、うん、なんか実際に、はい、例えばその簡単なところで言うと、もう今東京で働き続けてこれから家を持って思い通りの生活できない、するの難しいじゃないですか。だけど地方だったら今でも、 もう土地も安いし、はい、好きな家建てて暮らしができるよみたいな、分かりやすく言うとそうなんですけど、実際に例えばあの探してみると広島カープが好きすぎて、はいはいはい、広島に移住して毎日カープの試合を見てますみたいな女の子がいたりとかして、だから彼女はもう人生のプライオリティを一番に野球観戦でして、なるほど、でそのためにまあお仕事もしますみたいな、そういう人生があってもいいんじゃないか。確かに。とか、うん、女性だとあとはよさこい、お祭りにこうすごくが好きで、高知でした、ね、そうですね、うんうんうん、でそのよさこい祭りが好きすぎて、で、まあ、そのよさこいのために高知に移住して、はい、地元の地方に入って、でも幸せにまあ暮らしてる子だったりとか、あとはまああれですね、実は日本って名前は知られてないけど、はい、世界シェアナンバーワン、いわゆる世界一の企業とかっていうのがすごくたくさんあるんですね、うん、結構こうやっぱ技術系が強くて、なるほどである男性はそのラジコンヘリ、ラジコンヘリの世界シェアナンバーワンの会社が広島県にあるんですけれども、彼はもうずっとラジコンが大好きで、ラジコンを自分で作って飛ばしたいっていう夢があって、でもそれを叶えるために広島に移住して好きなことを仕事にして生きてますとか、めちゃめちゃ面白いですね。なんかその地方に移住しましょうって言っても誰もしないけど、なんかその夢を叶えている若者を見せながら、まあでも実際どうなのとか、お金はどうなの、やっぱりそのね給料どうなのとか、住まいどうなのとか、お友達はできるのとか、だからいいことばっかり言ってもしょうがないので、まあその現実も聞かせていただきながら、めちゃくちゃ深いですね、みたいなことを、うん、あのやったりとか、まあ、これもなんかシリーズでいろいろやったんですけれども、はい、なんかそういうさっきの子ども番組と対局にはあるんですけれども、簡単になるべく分かりやすく見せるみたいなことをするっていうことが、まあ、ありましたね。いや、めちゃめちゃ感動しました。なんかね、今ちょっと振っていただいたんで、その地方創生どうするって言われて考えたことの次元の低さを感じました。いやいや、そんなことないです。でもあの吉本のね、はい、住みます芸人とかってまさに多分そういうことで、うん、ね、そのやっぱりアイコンになる人たちをっていうのはもうまずありですよね。いやでも本当になんかその地方創生っていうのをやるときに、なんか地方の魅力を伝えるっていう発想しがちだったんですけど、むしろターゲットである若者の生き方の優先順位を考えさせるような番組ですよね。そうですね。なんかその自分の人生都会に住んでるけど、本当に自分の人生の優先順位プライオリティ高く生きられてるって聞かれたら、あれ実は私そう生きれてないかもってなった時に、そう夢を見つけてそこに優先順位をつけて、いらないものは捨ててっていう、そういう生き方自体になんか問いがあるというか、こう、そうですね、考えさせられますよね。本当にだから、うん、あのね、もう時代もいい会社に入ってっていう時代じゃないじゃないですか、はい、でそれをまあやっぱり肯定していかないと、ね、いくら地方に行けっつってももうね、行けないよっていう話で、まあなんかその夢を叶える場所が地方というか、まあその日本全国にあるっていう話をまあ作った時があって、まあなんかすなんかめちゃくちゃ真面目な話になっちゃったんですけど、いや本当そうですね。だからあの地方創生は地方に問題があるっていう面もあると思うんですよ。その地方にもっと、まあ、実際いろんな、はい、活動して町おこしするとかもあると思うんですけど、はいはい、都会の若者の生き方、暮らし方、はい、優先順位の付け方に課題があるんだなって気づかされました。すごい面白い切り口ですね。なんか、まあ、逆転の発想
そうというかね、どっちを主軸にすると、いやそれ思いついたしすごいですね、素晴らしい、はい、そんなことが、うん、なるほど、子供向け番組とまたなんか違ったこう発見がありますね、はい、ね、なるほど、はい、これがまあ第3位ということ で、ね、はいはい、じゃあ第2位お願いします、うん、これはですね、前回足立さんがちょっとお話ししたかないと、はい、今アベマにしてもそうですし、うん、携帯でもあの恋愛リアリティショーっていうのが流行っていて、はいはいはい、まあ、賛否当然ありますけれども、うんうんうん、まあ、でもこれもまたその全くこう新しい番組作りなんですね。今までのその情報があってとか、うん、その伝えたいことがあってとか、やりたいことがあっての番組作りではなくて、うん、その人の気持ちっていう、うん、また形にな、もう目にもない、そして本当にそのこちらの、うん、まあ、そのさっき言ってた価値づけみたいなこともやっぱりしない、うん、その本当に人の気持ちっていうのを扱うときに、うん、まあ、足立さんと一緒にやったアプリで恋して何が悪いっていう番組だったりとか、あと 3LDK とかやらせていただいたんですけれども、はい、なんですかね、本当にそのパワーがいるんですね。なんかあの今までの番組作りとはまた違う構成っていうんじゃないんですよね、これまた。確かに確かに、はい、なんかその、うん、やることは決まってるっていうか、うん、大体あるんですよ、うんうんうん、起こる出来事というか、そうですね、だからここでバーベキューをするとか、うん、まあ、ここで何かこうイベントがあるとか、なるほどなるほど、ここでも その間は台本とかも一切なくて、むしろだからそのリアリティショーで私たちが何やってるかっていうと、割とその仕組み作りですよね。なんかその、まあ、ほっといて人間関係がどうなるかっていうことではあるんですけど、はい、まあ、そこに何かその事件というか何かをこう起こしていく、それを何にするかとか、あるいはまあ番組によってはそこに例えば 3LDK とかだったら愛かお金かみたいなことで、それを天秤にかけるあのルールを作ったりとか、なんかそういうことをやってるわけで、その台本があるわけじゃないので、それを作っていくっていうのが本当に新境地でしたね。なるほど。それでやっぱりで今そういうのが賛否あれどその流行っている、はい、ですごく見られているっていうこと、予定調和じゃないものが見られているっていうことは最近 の、 そのちょっと新しいステージでしたね。なるほど、うん、だから究極の選択というか、こんな時どうするみたいなのをリアルにやってて、で自分だったらどうするかなって考えちゃうんですかね。やっぱりなんかその共感っていうのがやっぱりその通り、うん、本当おっしゃる通りで、うん、一番大事なのってきっと共感できるっていうことなんですよね。じゃあどうしたら共感持ってもらえるのかっていうことを探すのがすごくやっぱりで、多分本当に今、うん、まあ、皆さんが見ているその、ね、動画だったりとか、うん、テレビじゃないものって、はい、そっちなんですよね、やっぱり。あ、なるほど。そう、どんどんやっぱりその受け入れられているのがそっちの方になっているので、ちょっとドッキリも、まあ、ある意味近いっちゃ近いかもしれないですね。そうですね、また新しい番組もできてますけど、なんかそっち系が多いなっていうのは思ってます。だから、まあ、なんかそれをビジネスの話にすると、はい、やっぱりそういう、ね、ちょっと予測不可能的な、はい、なんかことを、うん、っていうのがなんか、はい、やっぱりこれから主流になっていくのかなっていう気はいたします。なんかその人の選択があるじゃないですか、決断があって、はいはいはい、どっちを選ぼうっていう時に、はい、その人の価値観が出たりとか、はい、その人の生き様が出たりするみたいなところが面白さなんですかね、はい、そうですね。それともう一つ、うん、やっぱりそのリアリティショーの醍醐味は、うん、価値観が変わっていく、覆っていくみたいな。だからそれこそ例えば、いや私はあの愛が大事です、お金に目がくらむ女じゃありませんって思ってたのが思ってたのがやっぱりひっくり返るとなんか美しくないですねあの、まあ、ちょっとまあね、でも構成作家ってみんなあの大概意地悪な人間ですから、なるほどあのそっちの方が面白いですねあんなに愛って言ったのにそうがやっぱりこうちょっとだんだん本性も出てきて、実はなんかこう事情もあってで、それでもみたいな、すごい、なんかこうそのバックボーンも分かってきて、うん、それでやっぱりどうしてもお金になりましたとか、あとはめっちゃリアリティある話ですね、面白い。そう、あとはなんかこうちょっと言葉選ばず言うと、パッと見で言うとイケメン君が最初好きと思って、うん、だけどやっぱりどんどんどんで、もう一人のかっこよくない、まあね、けど見た目はそうじゃないけど実際にこう話していくと、うん、それがもうガタッとこうやっぱり
こうで変わる。そう、最初はオタクみたいオタクかと思ってたけど、まあ、実はすごくいろんなこと知っててとかつって、そこでなんかその価値観の変化みたいのがあるとやる意味があるというか、恋愛だけじゃなくてリアリティショーとして転じてゆく様っていうのはめちゃめちゃ面白いですね。ね、使いようによっては、いや面白い。これが2位ということで、はいはい、そうでしたね。ちょっとスピードアップしないと、はい、1位お願いします。はい、15年間、毎週やらせていただいた王様のブランチ、